何かご用ですか？こう囚人をさあ合体です。邪魔では扱いきれない。可もなく不可もなくといったところですか。可もなく不可もなくといったところですか。可もなく不可もなくといったところですか。これでよいのか。可もなく不可もなくといったところですか。可もなく不可もなくといったところですか。すぐ技能を選びなさい。引き継ぐ技能を選びなさい。新たな力を授かることはないだろう。生まれ変わるといい。
もう終わりか？時間です、囚人。到着っと。さて、つけておこう。どっかに仕掛けがあんのか？あれ？この扉見覚えがあるな。あ、双葉の部屋。それだ。なんで開かねえの？誰も立ち入らないという認知か。よくここまでたどり着いたな。この先は王の間だ。だったらこの先にお宝あんのか？そうだ。しかしここを開けるには私の許可が必要だ。じゃあ開けてくれよ。私は開けられない。招き入れてもらえ。なんでだよ。お前のパレスだろ。モナ、どういうこと？シャドウは双葉であって双葉本人じゃない。現実の双葉の許可が必要ってことだ。つまり双葉ちゃんに部屋を開けさせて中に入れてもらえれば。ここまで来たお前らならできるかもしれないな。一度現実に戻るしかないね。でも確かマスターが言ってたわ。重度の引きこもりだったな。どうやって入れてもらう？迷っていても始まらない。やるしかないわね。それがあの子の望みなんだから。私も強引にでもやるべきだと思う。気合入ってんな。また忍び込まざるを得ないか。ジョーカー、決行日は任せる。マスターに見つかった時の言い訳考えといて。頼りにしてんぜ、リーダー。というわけでやることは分かったな。あ、そうだ、予告状くれ。アリババが送ってきたやつ。そんなものどうするんだ。俺ら怪盗だぜ。予告するに決まってんだろ。開けたらお宝の部屋っつうならその場で渡しときゃすぐ取れんじゃん。クイーン、文面考えるの手伝ってくれ。しょうがないわね。こっちは任しとけ。お前は部屋にいつ押し入るか考えてくれよ。頼むぜ。ちょっと休憩して。
倒れないでね。診察室にどうぞ。何か用ですか？え？あの、私なんかじゃなくてもネット対局とか他にもあると思います。
その無理、いきなりそんな、あのもしかして、それはその、あの 1.20 秒の早指し、それでよろしければ。参ります。その程度ですか。早急を滑る竜は我が手に落ちました。この盤上の戦争、王手。どう見ても罪ですね、投了を。投了、それすなわち自らが。あなたも騎士を志すのなら肝に銘じておきなさい。ありがとうございます。それじゃあ今日はよかったら、え、ごめんなさい。でも指南には条件があります。私の新手研究の試験台になってもらいます。それでよ、ありがとうございます。ではこの取引で指南いたしますので。あれだけの犯罪行為を成功させるにはかなりの戦術が必要だと思うのよ。それも素人の浅知恵なんかじゃない。普段から戦術を扱う専門家クラスの。心当たりあるのよね。我はなし、我。今日はここまでにしましょうか。ではまず、
銃が溶けちまうぜ。それに捨てに行ったか。よし、どれにすんだ。あ、どうだ。お、新しく入荷したモデルがある。今どこ、こいつが手に入れば。え、やめんのか。どうした？おう。
解けちまうぜ。おう、そうか。おう、それにすんのか。どうだ、よし、どれにすんだ。あ、気に入ったか。お、それにどうだ。今日はやけに真面目な面してんな。よし、どれにすんだ。お、あ、ちっ、じっくり見ろ。あ、壊すんじゃねえぞ。よし、どれにすんだ。それにす、やめ、あ、いたずらに使うんじゃねえぞ。そうか、ありがとう。まあいいだろう、ありがとう。まあいいだろう、いいだろう、ありがたく思え。まあいいだろう、ありがたく思え。ああ、よく選ぶのはいいが、やばいことには使うなよ。とばっちりごめんだ。まあいいだろう。よし、いや、いいか。よし、しかし、ほう、
っしゃ。何回も侵入してマスター間違いない。パレスの扉と同じだ。ねえ双葉いるんでしょ。返事をして。返事があるとは思えない。アリババいるんでしょ。チャットでも構わないから返事をして。心を盗むためにはここを開けてもらわないといけないの。そうしないと改心できないから。私たちを部屋に。心の中のもう一人のあなたが開けてもらえと言った。あなた本当は開けたいと思っているんじゃないの。そう、私たちは約束を果たそうとしているの。それを拒んでるのはあなた。10秒。ただし
マスターが来たら蹴破ってでも入るからね。時間よ、アリババ。認知を変える必要があるのよ。念には念を入れた方がいい。双葉が招いた形にしないとな。双葉、開けて。よし、入るか。なんだこれは。医学、情報工学、生物学、心理学、専門書ばかりね。こんな部屋にずっとこもっているの。双葉はどこだ。どこに隠れて。押し入れ。あくまで引きこもるか。あの扉が開いたところで、中でまたお宝の目の前に柵でもできてんじゃない。意味がわからないぞ。説明し。お、喋った。あなたの認知を変える必要があったの。そうしないと盗むことができないの。説明したところで到底理解できるとは思えないが。つまり私の認知が障害となっていて、認知世界の核に到達できない。え、理解してる。なぜ知ってるの。あなたは何者。お前、アリババなんて名乗って、なんでややこしいことしたんだ。助けてほしけりゃ言えばよかっただろ。少しか。ん、あ、悪い、聞こえなかった。恥ずかしかったから。私、わかる。助けてほしいって。自分。ねえ、双葉、教えて。認知世界のことどうして知ってるの。知ってたから。あ、そういえばマスター、前に認知がどうとか話してたんだよね。マスターが問い詰められてた件とひょっとして関係あんのか。もしかして亡くなったお母さんが認知科学とかの研究を。認知科学な。科学の科じゃないぞ。なんか不思議の科な。そこ大事。急に食いついてきたな。だがどうやら当たりだ。認知科学。双葉、教えて、何があったの。返事がないな。今はやめといた方がいいんじゃね。そうね、死ぬなんて。待って、双葉ちゃん、お母さんは本当にあなたが殺したの。ちょ、バカ、お前。お母さん事故死じゃないの。どういうこと。育児ノイローゼ、本当にそうなの。アン、あなたの心見させてもらった。でも全然わからない。マスターが語ってくれたお母さんと全然違うんだもの。あんたの口から本当のことが聞きたい。殺したな。心が歪んでて思い出せないだけかもしれない。双葉ちゃん、ごめんなさい。私、そのいろいろあって。盗め。どうしたんだ急に。あ、ほら、さっさとしろ。心を盗みに来たんだけど、今ここで盗むわけじゃなくて、開けてくれればそれでよかったんだけど。早とちりさせてごめんね。そんな風にしなくても大丈夫。そ
嘘が。戻った。どういうことだお前。聞いて、違うの。こうする必要があったの。認知世界を知ってはいるものの、改心の方法までは理解してないか。ねえ、双葉、教えて。認知世界のこと。認知する別の世界があるのは知ってる。だけど、そこに行く方法は知ってる。お前ら、行けるのか。さっき、心を見たって。ええ、そうよ。どうやって行くんだ。携帯のアプリを使うの。アプリ？ねえ、情報を入力すれば認知世界に行けるわ。ああ、名前と場所と歪みの3つ。さくら双葉、さくら宗次郎宅と双葉、あなたもしかしてこ、もっとよかったなら、私も連れて行ってくれ。どうしようじゃねえよ、ダメに決まってんだろ。じゃあ任せ。あ、そっちも約束忘れんなよ。あ、そうだ、忘れるとこだ。こいつを読んでもらわねえとお宝が出現しねえんだった。ん？お前が用意してくれたやつだ。暗くて読めない。出てくりゃいいじゃねえか。なんだ。我が輩が見届けるから先に行ってろ。双葉、必ず読んでね。分かった。さくら双葉は滞在を犯した。よって我々がその歪んだ欲望を根こそぎ奪う。ダメ、死ぬの。よし。にゃんこ、またお前か。Thank you.
処理しろ。嘘、どうですか。マジか。タイナー、どうですか。行きますよ。ジョーカーが絶望してる。放っておけば取れるぞ。ヨハンナ、さすがクイーンだ。ほんとここはペルトラで、私の怒りを思い、クイーンが敵を撃破。残り4体、頑張れペルトラ。うわらいざ使う、敵撃破。どうですか。開いた。ジョーカーが絶望する。放っておくと危険だぞ。敵残り1体、最後の砂場勝利。イエーイ。さあ、とっととお宝をいただくぞ。この技、早速使わないとね。2体撃破だ。
宝箱発見。早く正体を見せろ。やっかいにするな。まとめて蹴散らせ。ご爪お願い。ヘルフだ。奪え。どうか敵を撃破。やっせー。いけー。ご爪を撃破。まず圧的だ。こっちが死ねえぜ。ここで手こずってられない。いちいち構ってる暇はないぞ。我が輩にふさわしいスキルだ。よし、ちょっと油断したかな。宗次郎、候補が見つかりました。あと確か歪みって歪み、んまたお前が殺したんだ。人殺し、あなたが殺したのよ。お前のせいだ。近寄らないで。人殺し、やだ。
人。この時ここで墓場ってチャットで送ったら、入力を受け付けました。目的地までのルートを検索します。これでいい。やっ、人殺し、人殺し、あなたが殺したの。お前のせいだ。近寄らないで。こりゃ想像と金銀財宝の山でも想像してたのか。あそこにあるじゃん。あれだけ。お宝はあの中ね。よっしゃ、いただこうぜ。気をつけろ。お宝。何かいるな。このタイミング、嫌な予感し。飛び上がって手が届かねえ。仕方ない、銃とスキルで仕留めるぞ。わからないな。いろいろな技を使ってみないと。敵の相性を調べる必要があるな。くらえ。ベルトだ。うわら。違うか。
いただいていく。てめえ、ここから反撃だ。うらおっと、スカーブ、クラッシュの早め。めまい状態、命中率が低下してるぞ。ベルトラやるわ。アンガト、どこまで飛んだ。あいつまさか落下攻撃する。パンサーが目を回してる。これじゃ攻撃が当たらないぞ。落ち着け。仕掛けてくる。パーサーが目を回してる。これじゃ攻撃が当たらないぞ。まだやれる。まだ仕掛けてこないのか。まずいな、やつがいつ仕掛けてく。なんだよ、わかんねえって。モナ、しっかり教えてくれよ。仕方ねえだろ、我が輩にもできないことは。これが私の心。こんな風になってたなんて。これ、思い出したか。これは衣装。お母さんが死んだすぐ後、黒い。そうだ、次を見ろ。これ
お母さんが私の目の前で。そうだ、次を見ろ。いや、逃げるな。怪盗団と話して決心したんじゃなかったのか。そうだ、やっぱり私がお母さんを殺した。私が悪い子だったからお母さんを悩ませて。全部本当に。え、よく思い出せ。目をそらすな。これはお母さんが死んじゃうちょっと前、私が旅行に行きたいってわめいた時、ダメって怒られた。他にはそれだけだったか。お母さん言ってた、今は忙しいからダメ、認知研究を早く完成させなきゃいけない。お前はどうした？ただこねた。私より研究が大事なんだって。そしたら怒られた。その後何と言われた？言われたはずだ。お母さん、もうすぐ研究は終わる。アプタバずっと一人にさせてごめんね。でも本当に大事な研究だから、命を懸けて研究を完成させなきゃ。お前は嫌われていたのか。違う。何？笑った。あんた、あんたもどれが本当？お前の記憶。んだあいつ、全え、フタバ？まさか入ってきたの？うん。本人がパレスに来るだと？そんなことしたら。これを。お前が殺したんだ。黙ってないで。あなたのせい。私のせい、私のせいでよかった。お前が私。まさかあの化け物、母親か。欲望と罪悪感が認知を歪ませたんだろう。死んだ母に生き返ってほしい。という願いと、気味悪い罵声が入り混じっている。私の邪魔をする鬼もね、お前さえいなければ。時間を削られることなく、成果を発表できたのに。私が心血注いだ正義の発見を。
世紀の発見？認知科学か。死ぬのよ。お前は嫌われ、生きてる意味なんてない。誰にも必要とされてない。誰も私のことなんて。双葉なんて産まなきゃよかった。鬱陶しかった。お母さんは双葉ちゃんのことで悩んでたみたいだね。育児ノイローゼだったんだろう。おい、このままじゃやべえぞ。双葉は自分が母親を殺したと、そして自分が死ねばいいと思い、己の死を望む母親がいるパレスを生み出してしまったということ。双葉ちゃん、しっかり見て。あんな化け物がお母さんなわけないでしょ。あれはあんたが作り出した幻。だって虐待なんてしてないはず。マスターが言ってたわ。母親一人で頑張って育ててたって。誤った記憶を刷り込まれてるんじゃないのか。誤った記憶。お母さんは双葉ちゃんのせいで研究結果まで破棄したんだよ。頑張って研究していたのにね。君のせいでおかしくなっちゃったんだ。シャドウか。さくら双葉、思い出せ。自殺したのはお前のせい。研究を邪魔したから。なぜ自殺だと思った？衣装。そうだ、黒い服の大人に見せられた遺書だ。何が書いてあった？私への恨み。お前は辛くてショックで目をそらした。だが黒い服の大人は永遠と読み上げた。よく考えろ。あの遺書は本物か、本当に大好きだったお母さんが書いたのか。あんなひどいこと一度でも言われたか？ない。私がわがまま言った時は怒られたけど、優しかった。ならばあの遺書は真っ赤な偽物だ。お前は利用されたんだ。遺書を捏造し、死をなすりつけ、幼い心を傷つけ踏みにじった。怒れ、クズみたいな大人を許すな。私が自分自身と。なんで私、あんなこと言われなきゃならなかったの？双葉ちゃん。お前を否定する者は幻影、心なき者どもが施した呪い。もとよりお前は知っていた。知っていながら怯えてきた。そう、お前のせいで私は今度お前が死ね。言われた通りお前は死ぬのか？お前はどちらに従う？幻が吐く呪いの言葉か、お前自身の。お前のせいだ、全部お前の。私はもう歪んだ上っ面なんかには騙されない。他人の声にも惑わされない。自分の目と心を信じて真実を見抜く。お前なんてお母さんのわけない。絶対許すもんか。
は開かれた。いかなる謎の幻も、もはやお前を惑わせない。ウタバ！大丈夫？こりゃ、お願い、手伝って。あいつやっつける。うん。ここは私の心の世界だ。自分の心の歪みの一部くらいハックできる。バリスタがこれで撃ち落とせ。そっからボコボコにするぞ。なるほどな、やってやるぜ。バリスタぶっ放すだろ。俺が撃っていいよな。私が撃っていいよね。うん、バリスタ走れ。向こうの方が戦力が上よ。無理はしないで。来い、トップガン。私の弱さが生んだ化け物。みんなどんどんやっちまえ。こいつ手ごわい。気をつけて。ケースワーク。そい。ありがとう。助かったぜ。
目で。セレクトだ。やるわ。サンキュー。いただいていく。バリスタぶっ放すだろ。俺が撃っていいよな。私、また私、私が撃つのね。了解。バリスタの足。この状況は奪え。ベルトだ。覚悟しなさい。
わ、敵が近づいたら言う。今は大丈夫。あいつの件。バリスタ。また私？ちょっと休みた。俺が撃っ。また私。俺が撃っていいよな。そこらじゃ。絶望しちゃってる。本当にやばいよ。もっと見て。これだな。こういう時は、うん、ありがとう。ベルトだ。はい。うん、助かったよ。あいつら急接近中。これだ。
なこともあろうかと。来る気配はない。今は大丈夫。絶望しちゃってる。放っておくとヤバいよ。すげえ！お前マジすげえ！おお！なんじゃこりゃ！すげえ！ピッチピチだな！また出た！お母さん…え？双葉…本当の私のこと思い出してくれて、わがまま言ってごめんなさい。お母さん、こっちに来てはダメ。あなたの居場所はここじゃ。せっかく会えたのに。またわがまま。私
お母さん大好き。私もよ。ほらほらほら、いきな。メジエドだったな。どこ行くの？帰る。ナビの使い方分かったし。え？あ、帰っちゃった。マイペースなやつだ。お前が言うな。けど彼女のスキルがあれば。お宝は？おっと、忘れるとこだったぜ。空っぽ？どうなってんだ？あんじゃねえのかよ。ここのお宝は双葉自身だ。双葉が出てったのにあるわけない。やばい、やばいって。何がどうしたんだ？本人がパレスに乗り込んできた挙句、ペルソナを覚醒したんだ。いつ崩壊してもおかしくないぞ。これパレスが消えるなら目的は達成よ。早く逃げましょう。それが良さそうだな。おい、生きてるか？死ぬかと思った。って、いつまでくっついてんの？あ、ごめん。また。なんだ今の音？ん？お前ら何？あ、いや、そういや、双葉は？双葉がどうかしたのか？ああ、いや、そうだ、せっかく来たんだからお茶でもいただいていく？そうだね。別にいいが。喉は渇いてないぞ。あ、そうだ、思い出した。ちょっと私、用事あったから先に入ってて。うん、わかった。私たちは双葉のところに。双葉、聞こえる？返事して。返事して。もしかして私たちのせい？私たちがお母さんの怪物を倒したから。いや、あれは双葉が作り出した認知存在に過ぎない。倒したところで記憶をなくしたり体に負担がかかるなんて。どうしよう。そういえばお前、知り合いに。本当？連絡取れる？往診なんて高くつくわよ。おいくらくらい？冗談よ。
容体は？脈も呼吸も体温も血圧も全て正常。瞳孔の対向反射も異常なし。原因はわからないけど、軽い昏迷状態になっているようね。ただこの子、年の割に筋力がないね。体力もあまりないんじゃない？そうか、覚醒の反動が大きくて。イレギュラーが重なりすぎたのかも。さすがに黙ってられないよね。マスターに知らせよ。正体バレねえか？でもやっぱり双葉の症状。それがいいと思う。やっぱり話すべき。こうなった以上仕方ない。分かってるだろうが、事情は隠せよ。おい双葉、おい。もう、ああ参ったな。あの双葉の子。うん、どうした？死にず。双葉ちゃんの容体なんですが。ああ、これか。たまにこうなるんだ。え？体力を使い果たしたんだろうな。電池切れみたいなもんだ。あんまり動かないからだろうが、よくないよな。なんだ。一度こうなったら、数日はこのままだ。双葉は当分自宅で寝かせておくわ。店閉めてくるからちょっと見とけ。なんだろうこの感じ。ああ、なんかすげえモヤモヤ。無事だったのはいいんだけど、メジエドどうする？あ、起きた。メジエド、疲れた。ちょっと寝る。寝た。双葉ちゃん、ちょっとってどんだけ寝るつもり？叩き起こすわけにもいかないし。どうしたものか。今さら別のハッカーなんて探せないわ。復活を待つしかない。
よっしゃ。なあ、そうか。
帰りますか。じゃあな。おう、帰ったか。参ります。
あのね、すぐ乗れたね。ああもう。昔志保と会って救われた時にね、出会いは宝物。もう逃げない。自分にちゃんと向き合って、今度は誰かを救ってやっても、まだちょっと不安だから君にも手伝ってほしい。だからなんかようやく君と同じとこに立てた気がする。君と出会えて、我は何気づ今よし。これからもちゃんと、うん、嬉しい。ご乗車お疲れ様でした。ないよね。うん、目って閉じた方がいいのかな。
その銀の食器はこの男が盗んだものです。しかもこの男は銀の食材まで盗みました。集まったね。お疲れ様。おーい。よし。
帰ったか。今暇か。よし。どうぞ、いらっしゃいませ。Thank you.
ゆっくり見ていってください。広くなるの？ここモナさ、超高性能探査レーダーとかに変身できねえの？したら奥まで分かりそうじゃん。無理だよ。情報が足りなすぎる。闇雲に動くのは危険ね。車で走り回ってるだけじゃ拉致が。道は続いてるんだ。いつかはたどり着くぜ。多分またそれ。よし、行こうぜ。なんなのよ。なんだって？ああ、ん？これはあれか？ペルソナ！ うわー！
ね。やだ、具合が良い。ウソだ。いただいていく。じゃあ、せーの。敵はどっち？目覚ませ。ありがとう。さあ、やだ、やめてくれな。でも、いいか？なに？ありえねえし。
リーナ。うん、助かったよ。あいた。目が回って、蹴散らす。クイーンの目まで。このままだと攻撃が当たりづらいぞ。くたばる。ねえねえ、